いや最近ね、思うのが、お金って人のために使うものなんだよなっていう根本的な話なんですよね。いや、自分の買い物なら自分のためでしょっていうのはもちろんそうなんだけど、そのお金はそのお店のスタッフさんの給料の一部になるわけで、そうなると当然自分の手元にあるお金も誰かが自分のために使われたものとして巡ってきているわけで、みんな誰しも誰かのための存在なんだよなぁと思うわけです。ただそこに悪意が乗っかってしまうと詐欺師になっていくわけなので、悪意にお金を投じないよう、騙されないよう気をつけたいところです。善と悪は紙一重とよく聞きますが、その力を人のために使えるかどうかというのが見極める大きなポイントなのかなと感じております。今回お届けするお話に出てくるマフィアは、マフィアだからといっても悪とは限らない、20世紀イタリア南部の島で治安を守るコロネボーノファミリーです。ボスのドン・コロネボーノが違法薬物取引の濡れ衣を着せられたまま殺され、その実行犯は敵対していたパスタファミリーと関係しているアメリカ人男性ではないかというところまで進展してきました。一方で亡きドンの継承者問題も解決していかねばなりません。ファミリー内の派閥の枠を超えて、ドンの無実を晴らすために一つになっていく中で、どのような結末を迎えるのか注目していきましょう。そんなイベントストーリー復讐の早々曲を、今回も主人公の名前はおなじみクソガキユイと名付けて進めていきます。早速ご覧いただきましょう。どうぞ。場面は亡きドンを弔う宴会のシーンからです。うお、うまそう。ファミリーで囲む長卓の上にはいくつものグラスとワインと、そしてこの島の郷土料理が並んだ。素晴らしい。このワルスマグロ、焼き加減が絶妙だな。はい、ペコリーノの量すごく好みです。とても美味しい。赤身魚の煮込みもなかなか。このトマトソース馴染んだ味でいくらでもいけちゃいそうだよ。ん？サラダのオレンジとオリーブに合うドレッシングも食べたことある味がする。今日作った料理は全部おばあちゃんのレシピなんです。評判いいですね。コロネボーの夫人か。ワイングラスを置いた私は頭の中でレシピノートをめくる。母と一緒に何度も読んだ。父はマフィアを嫌っていたけれど、おじいちゃんと私の絆のすべてを奪ったわけではなかった。ドレッシングの隠し味は今は私と私のお母さんしか知らないんですよ。そうか。だからこんなにも温かい味なんだな。ああ、なんかこういうのドンが現役だった頃みたいだね。よし、久々に飲み比べで男気を示す時間か。へえ。本気で言ってる？ふん、どちらでも。負ける気はないですよ。では勝者へのご褒美を決めたりすると張り合いが出るかもしれませんね。例えば、羽鳥さんと目が合い、軽やかにウインクをされる。うん、女神からのキスとか。え？待て、飲み比べの勝者が得るのは名誉と尊敬だってドンはいつも言ってた。助立ちが入りました。そんな怖い顔しなくても冗談だよ。そうだぞ、濃厚接触は禁止だぞ。あれ、そういえば創生さんって昔からさりげに一番ユイのお兄ちゃん面してましたよね。お兄ちゃん面って言い方ね。は？確かに思い返せば荒木田さんはいつも優しかったです。優しかっただけでね、そう言われてしまうんだね。それでお兄ちゃん的にはどうなの？サナギから蝶になって島に戻ったユイちゃんは。はあ、なんだその質問。ほら、もう純粋に妹としては見れないんじゃないかなって悪い顔してますね。そうせ、無言は皇帝になるよ。そんな描写も過去にありましたね。ここに生きてくるんですね。荒木田さんは明らかに面白がる視線を無視して勢いよくワインを飲み干した。そうそう、
この流れで思い出したんですけど、俺ついこの間ドンとユイの話したんですよね。どんな話？もしファミリーの誰かをユイの夫にするなら誰がいいですかって。すごいね、そんな話聞けちゃうの。面白い話してたんだね。うん、一緒に昼間から飲んでてさ、なんか盛り上がっちゃって。ほう。それでドンはなんて答えたんだ？気になります。そういえばユイさんもユイの過保護お兄ちゃんですもんね。兄というか、昔からユイを見てると欲求が湧く。欲求？なんか怖い言い方しますね。ああ。変な意味じゃない。知りたいという欲求だ。ドンの遺伝子に興味がある。ユイは変わらないな。そういえば昔、ユイさんと二人きりになりそうな状況は、関さんがさりげなく阻止してたような気が。なあ。で、ドンの答えは？ドンが選んだユイの夫候補は、該当者なし、引っ張った挙句ね。なんだよそれ。ああ、緊張して損したな。まあ、どんなことだ。彼女の意思を尊重するというのが答えだったんじゃないか。はい、大正解です。ユイが選んだ人なら誰だろうと喜ばしいって。おじいちゃんらしい答えだな。ふとワイングラスの向こう側に懐かしい笑顔が見えた気がした。ああ、おじいちゃんここにいるんだ。ちゃんとね、死者を弔う会になっていますね。宴に参加しているみんなで楽しく食事をするのがとにかく大好きな人だったから。じゃあ本人に聞くしかないね。ユイちゃんはこの中だったら誰を選ぶの？直球だね。私は、これはヨイを混ぜた甘いジェラートみたいな会話だと分かっていた。イタリアンな言い方しますね。誰もメインディッシュだと思っていない。本気の会話ではない。でも選ぶことなんてできません。皆さんはマフィアだから。ってことは仇しか望みないってこと？私は全員と目を合わせてから首を横に振った。マフィアの語源をおじいちゃんと手紙で語り合ったことがあります。諸説あるけれど、私たちは同じ解釈にたどり着きました。へえ。お嬢さんにとってのマフィアって？少し深く息を吸って明瞭な声で言う。美しく優雅、そして名誉を大切にする勇者。それが私とおじいちゃんにとってのマフィアです。なるほど。文献で読んだことがあるな。マフィアという言葉がそう解釈された時代もあったと。はい、急に自分の話になってしまうんですが、私は FBI 捜査官として組織に受け入れられていません。え？どういうことだ？私の出自は調べればすぐにわかることです。まあ、このイタリアのマフィア家系ってことですよね。まあ、アメリカの国籍にはなってるはずなんですけどね。FBI は敵を近くに置く精神で私に鎖をつないでいるつもりなんだと思います。心ない同僚には黒いコネで捜査官になったマフィアのお姫様だと。マジかよ。ひでえな。まあ、これね、メインストーリーでいうところのね、体質の影響だけでその間取りになったんじゃないのっていうところと設定が重なるようにできていますね。でも誰に何を言われても、私はおじいちゃんが手紙に書く皆さんを信じていました。綴られた情報を自分でも調べ確定させ FBI に提供していた。それは組織の合法性をアメリカに示したいという私とおじいちゃんの協力。今日皆さんと行動をして確信しました。皆さんはマフィアだって、勇者の意味ね。アメリカ風に言うとスーパーヒーローです。え？ヒーロー？いやー、もうね、時代も世界観も全然違うのに、それでもスタンドマイヒーローズ感は
ちゃんと出してくるんですね。アメリカンコミックの中のヒーローと皆さんはどこか似ています。だから男性として誰かを選ぶなんて難しい、うまいかわし方をしますね。というのが私の答えです。みんなの酔いも冷めちゃうんじゃないでしょうか。うまい返し方だね。俺たちを手玉に取ろうとしてる。イタリア男に聞くのは誠実さだって母の教えです。沈黙は何を意味してたんでしょうね。それから夜は福育としたワインの香りとともに深まっていき、この福育っていうのは良い香りが漂う様を指していますね。そして九条さん、よい、ちゃんとベッドで眠ったみたいです。そうか。引き続き臨室での護衛を頼めるか。はい、任せてください。霧島が出ていくと長宅を囲むのは3人となる。さて、もう一杯どう。ええ、いただきます。うん、私にもついでくれるか。はいはい。この上層部3人の二次会が始まるわけですね。それぞれがグラスを満たしたワインを口に含み静かに飲み下す。ふん、美しく育った。へえ、ああいうの好みだっけ。恋バナが始まっていくんでしょうか。彼女には意志の強さと柔軟さを同時にまとっている雰囲気がある。ドンの夫人に似ていると思います。ま、物は言いようだね。世間知らずのお嬢さんでしょう。知りすぎた身にはそう見えるんです。服部さんも同じなのでは。どう答えてほしい。なあ、マフィアとは何なんだろうな。二人ともほだされてオメルタを忘れちゃったりしてない。このオメルタっていうのはね、血の掟、誓いの掟のことを指していまして、オメルタのコルテッロっていうね、ナイフ、それが継承されることによって次世代が決まるんですよね。ああ、もちろん。ふむ、せめて彼女が持つコルテッロは返り血を浴びないように配慮したいが、コルテッロっていうのはね、ナイフのことです。取り繕ってもどうせバレるでしょう。そうですね。同感です。明日俺たちの意思をはっきり伝えましょう。うん、この上層部3人で特別な動きをする感じなんでしょうか。はあ、頭の痛いことだな。翌日。え、昨日聞き込みに行った場所にもう一度訪問するんですか。はい、情報提供がなかった人でも2度3度と来られると証言を変えることはよくあります。まあ最初にね、いきなり事情聴取されると緊張で思うように答えられないってこともよくありますからね。よっしゃ、そんじゃアメリカ男のこと今日こそはっきりさせようぜ。このアメリカ男っていうのがね、実行犯とされる人物だよね。どうなっていくんでしょう。こうして捜査に繰り出した私たちは思わぬ成果を得ることになった。ほう、この写真ドン行きつけのバルの店主が。ええ、正確には店主の息子さんがとっさに撮影したものだそうです。ああ、あのカメラ好きの変わり者か、ユイさんに変わり者って言われるとね。手に入れた写真にはぐったりとしたドンが二人の男によって車へと押し込まれる場面が映っていた。多分生きていた最後の瞬間だ。薬をモルヒネを飲まされていたんでしょうね。一人は金髪の中年男、探していたアメリカ人だ、実行犯とされる人物。そしてもう一人はバスタファミリーの顧問弁護士。なるほど、これ以上ない証拠というわけだな。ようやくね、推測と証拠が
合致してきたわけですね。まあ、パスタファミリーからは実行犯は出ていなそうっていうところで、そことつながっているかどうかっていうところがね、まあ、敵対する組織だからね、まあ、問われていたわけですけれども、このアメリカ人男とパスタファミリーのつながりが見えてきました。あのダンタ、よく世間話をしていた店主が言うには、古い友人から連絡があって金銭で恩を返したいと言われたが断ったとドンは話していたそうですけれど、わざわざ島まで会いに来るというので押し切られてしまったと。なるほど、情につけ込んできたわけですね。それで、それがあの入金か。その入金っていうのはね、薬物の取引があったことにするために無理やり入金されたお金なんですよね。はい、おそらくは。でも店主の息子、なんでこんな写真。飲んで明け方に帰ってきた時に怪しい雰囲気だと思ってとっさに撮影したんだって。まあ確かにね、撮影してるともなると、なんかそれはそれで何か裏がありそうで怖くなりますもんね。まあでもこれは正当な理由な気がしますね。うん、飲み会に参加してた他の人たちにアリバイの確認もした。店からの帰り道にドンの家があるし、証言に嘘はないと思う。それじゃあさ、昨日聞き込み行った時俺らに何も言わなかったのは。それがドンは疑う気持ちがあったのだと謝っていました。まあ確かにね、アメリカの新聞では、まあそのね、ドンの方が悪いみたいな書かれ方をしてたんだもんね。それに写真や証言を出せばパスタファミリーに殺されてしまうかもしれないと。確かに自分の身の危険を考えると、まあ、これも仕方ない判断だったのかもしれませんね。ですがユイさんを見て思い出したのだと言っていました。ドンがとても愛情深く誠実な人だということを。なるほど。店主とおじいちゃんは昔からの友人で、私が島に初めて来た時それは嬉しそうだったと語ってくれた。なるほどな。ユイがいたから話してくれたってわけか。まあ古い友人だったら最初からね、信用してほしかったけどね、そのドン、おじいちゃんのことをね。あの店はもともとドンが出資して軌道に乗るまで情深く面倒を見ていた。まあそういうお金の使い方ですよね。まあ冒頭でも話しましたけれども、お金はね、人のために使うものなんでしょうね。ふん。さらに息子はドンの名付け子で、この写真を撮影したカメラもドンが去年の誕生日にプレゼントしたものだ。そうなんだね。変わり者だって言ってた息子に渡したものなんだね。ああ。それが決定的なパスタファミリー関与の証拠を残したってわけか。そっか。ドンが差し出した情が帰ってきているのを感じますね。そうやってね、いいことをすると自分に帰ってきますよっていうね、お話ですよね。そこへ電話がかかってくる。ああ、私だ、応対しよう。九条さんは簡潔に通話を終えるとまず私を見た。何か新しい情報が？静かな色をたたえた双眼に何らかの懸念が滲んでいるような、そんな気がしたけれど、目をそらされてしまう。アメリカ男の正体はピッツァファミリーの残党だ。新しい用語が出てきましたね。ピッツァファミリーだと？講座ノストラか。なるほど。前にドンから聞いたことがある。ピッツァファミリー壊滅の時、生き残った何人かがドンを頼ってきたから世話をしたと。その時信頼できる良い友人ができたとも。うん。それなのにその友人はパスタファミリーとつながって、入金理由の偽装と殺しの手はずを整え、恩をあだで返したわけだ。そういう人も世の中いらっしゃいますよね。まあでもそういう人は報われない気もしますけどね。くそ。理由は役の商売か。ああ、十中八九そうだろうな。ストロンツだ。全身に鳥肌が立つほど空気が張り詰める。みんなの怒りが伝わってくる。私も同じだ。でも証拠は手に入れた。これでアダを、仇を正当に裁くことができる。警察にこの証拠写真を提出しましょう。それから万が一のためにしばらくは証拠や証言を提供してくれた方の護衛を。
いや、その必要はないよ。え？パスタファミリーは皆殺しにする。うん、このねファミリーはね、このコルネボーのファミリーは殺しはしないっていう家系だったはずなんですけど、服部さんはどうしてこういうことを言い出しているんでしょう。皆殺しって。ああ、下っ端まで一人残らずね。アメリカ男も見つけ出して殺す。殺すって何？何を言ってるの？コロネボーのファミリーは殺しはしないはずです。いや、正確にはそうじゃないんだよ。どういう意味だと関さんに困惑の視線を向ける。我々は殺しはしないけれど、偉大なるドン・コロネボーノは過去に唯一オメルタのコルテッロを血に染めている。そう、報復の血でね。報復？ドンの夫人がどうして死んだか知ってる？病気だったって。そう、夫人は病気だった。でも死んだのは敵対マフィアの幹部が放った銃弾が胸に埋まったからだ。うん、とどめは敵対マフィアのせいだったんだね。え？ドンはその時一人で報復に乗り込んだ。そういうことだ。その後ドンが服役している間に、あなたの父上はアメリカへ渡ったんだ。服役は不当なマフィア狩りの対象になったからだって聞いていたのに。うん、お父様がおじい様を嫌う理由っていうのはこういうところにあったんですね。お父様はお父様の正義があったんですね。ああ、我々もドンの意思を引き継ごうと思っている。皆さん同じ気持ちなんですか？ええ、僕たちはマフィアですから。ここで言うマフィアとはさっき言った勇者とは違う意味なのかもしれませんね。息を呑む。私を見つめる全員の目に強い報復の意志が宿っている。殺されたから殺すなんて。そんなことを続ければまた誰かが殺されて、そしてまた殺して、負の連鎖だ。でもそれがおじいちゃんの意志。本当に？強い疑問が乱れた思考を冷静にする。おじいちゃんはどうして私にオメルタのコルテッロを預けたのだろう。まあね、僕はこのオメルタのコルテッロっていうのは、幼い頃その争いをやめさせるためにナイフをね、相手から奪ったっていう、そのナイフそのものかなって思っていたんですけど、そういうわけじゃないんですよね。僕の予想は外れてしまいましたが、まあ何か深い理由がありそうです。どうしてコルテッロをあの形にして。その時、待たせたな、バスタルドども。え？扉が乱暴に開いて銃を構えた数人の男が押し入ってきた。けたたましい銃声が響く。伏せてください。ひゃはは、全員ぶっ殺してやるぜ。私はテーブルの下にしゃがむ直前に携帯していた銃を取り出す。ゆいさんも銃を？撃つ気だ。しかも相手の命を一撃で奪うつもりだと目で分かった。小さい頃森へ狩りに連れて行ってくれた彼の射撃の腕前を思い出す。刹那、自分でも驚くほどの大声が出る。おじいちゃんは報復を望んでません。え？おい、女がいるぜ。隙ができた。一瞬で状況を判断する。敵は3人、全員超銃を構えている。固定されたも同然の腕2本にアメリカから持ってきた正義を込めた銃口を向けて、敵に向かって引き金を引くとき、強い気持ちが胸を打った。
うわ、ボルカ、プッターナ、腕を打たれた。くそ、一旦引くぞ。待て。荒々しい車の走行音が遠ざかってゆく。去った。敵の気配が完全に消えた途端、ズキンと強く二の腕が痛んだ。一発だけ銃弾を受けてしまっている。ゆい、撃たれてるじゃないか。少しかすっただけなので大丈夫です。でも違う。おい、早く手当てを。手当てより先にどうか聞いてください。切迫した声で言い切るとしんと水を打ったようになる。私はよろよろと立ち上がり、指先にまで鮮血が滴っている手を胸の中心へと当てた。腹越しに感じる硬い感覚。私がいつも身につけてきた十字架のネックレスを服の中から取り出す。それは、これがオメルタのコルテロです。刃物じゃねえのか。おじいちゃんは言っていました。このネックレスは血で汚れたコルテルを壊して作ったものだと。なるほど、腕のいい鍛冶屋にやらせた、剣職人にやらせたって言っていたけど、壊すために利用したんだね。ああ。血で汚れた？夫人の報復をした時のナイフから作ったってとこか。多分、そういうことなんだと思います。このネックレスを預かった時、こうも言ってました。この島を血で汚した者は自らもまた血に汚れて死ぬだろうって。ドンがそんなことを。血に濡れた手でオメルタのコルテッロを握りしめながら、私は今はっきりと理解していた。どうしておじいちゃんが私にファミリーの未来にとって大切な決定権を与えたのか。どうしてコルテッロは人を傷つけられない形に変わっているのか。さっき敵を撃った時でさえ私は思ったんです。誰も傷つかないでほしいと。これは幼い時と気持ちは変わらないわけで、しかもね、その思いを褒めてくれましたもんね、おじいちゃんはその時ね。だから授けたんでしょうね。この島をこれ以上の血で汚したくないと。おじいちゃんは私に、自分がいなくなった後のファミリーにそれを望んでいたんだと思います。ほーん、綺麗事で俺たちを丸め込むつもり。近づいてきた服部さんは私の二の腕を銃弾による血を流す箇所をぐっと掴んだ。止血なのだとすぐに気づいて、正面から彼の眼差しを受け止める。でもドンだったら、俺たちの誰かが殺されれば必ず血の報復を行うよ。私もそう思います。じゃあ、だったらなんで遅い反抗期とか。服部さんが言うように、皆さんが思うように、おじいちゃんはきっと死ぬその瞬間までおばあちゃんの報復を後悔しなかった。だから皆さんに報復はダメだと綺麗事を言えなかった。自分にも他人にも正直な人だから。でもね、報復をしなかったのは唯一のこの孫娘だったわけで、だからね、その継承者選びにふさわしいと判断したんでしょうね。なるほど。私たちの血を敵の血でさえも望まない心を持っている者にドンは未来を託したというわけか。皆さんにはマフィアであってほしいと願っていたんだと思います。さっき今王子さんが言ったマフィアとは違って、勇者としてのマフィアであってほしいということね。は、殺さないと殺される。俺たちはもう奪ったナイフを泣きながら持ち帰ればよかった子供じゃない、これはね、幼い頃のヒロインを指しています。私の腕をつかむ服部さんの手に自分の手を重ね強く握る。報復の方法はあります。誰も傷つかないような報復が。そうです、皆さんだからこそ
できることです。血を流さない報復をしていきましょう。それに今の私はもうナイフを奪った後のことを考えられない。バンビーナじゃありません。バンビーナは少女ってことね。おじいちゃん殺害に加わった者たちには非合法の死よりも合法的な、私が口にした言葉に全員静かに息を呑むのが分かった。その力が今のコロネボーのファミリーにはあることを誰よりも皆さんが知っているはずです。ま、話を聞くくらいはしてあげるよ。頼む。作戦を詳しく教えてもらえるかな。はい。あ、そろそろゆい出発の時間だ。どんな作戦が繰り広げられたのでしょうか。まさか見送りのメンツをポーカーで決めるとはな。俺も行きたかった。あのな、仕方ないだろ。ゾロゾロ行動するのは今はまだ控えろって言われてる。まあ事件の渦中のファミリーですからね。島民に囲まれて胴上げされちゃうもんね、この新聞のおかげで。ああ、だから英語読めねえよ。なんて書いてあるんだ。潔白のドンコロネボーノ、粛清は血ではなく正義の十字架で、死をもって島に平和をと。なるほどね。負の連鎖はそのドンの死で終わらせますよってことでしょうね。そうやって称えたんだ。翻訳されても意味がわからねえ。まあ、つまりユイの報復方法はアメリカに大受け、ドンの潔白も証明されて万々歳ってことですよ。下っ端まで一人残らず豚箱行き、幹部は一生檻の中で聖書と向き合う日々なんて。悪魔にとっては死よりも辛い、まさに生き地獄だね。生きている間にケーキを終えて出てくる下っ端構成員も獄中でかなりしごいてくれるそうだし、警察との良好な関係に感謝しないといけないな。ああ、出てきたら別人みたいになってるだろうな。そうだね。少なくとも二度とうちのファミリーに立てつこうと思わないくらいにはね。FBI がどうやって元ピッツァファミリーの構成員を確保したのか詳しく知りたい。ああ、協力してくれたみたいだけど、ユイって FBI では仲間外れだって言ってませんでしたっけ。ほら、そこはほら、九条さんのお友達はアメリカにもいるわけだし。おう、そういえばこの前かっこよく英語で喋って電話してたぜ。そっか、なるほど、ユイの地位向上も近いってことですね。もしかして最初からそれも狙ってたのかも。だとしたらますます興味深いな。いや、あいつは誠実にボスの名誉を守ろうとしただけだ。うん、そうでしょうね、きっと。まあ小手先とかでね、掴む結果っていうのは二流のやり方だって言いますから、こっちが一流のやり方でしょうね。え、それから僕たちの名誉も。おう、俺もそう思うぜ。まあ、マフィアのお姫様のおかげでいろいろと一件落着ってことだね。はい、この島はドンの流れの尽力によって地盤に正義と正義があります。これから先は僕たちも合法的にアメリカに進出して、コーザノストラにドンの意思を理解してもらうのも面白いかもしれませんね。今王子さん、珍しく好戦的ですね。とても平和的な提案をしたつもりだったんですが、どこがな。はあ、ゴーザの空とやり合うとなると骨が折れそうだな。でもユイちゃんの仕事を減らせる良案かもね。いつでも会える距離で生きていくっていうのも魅力的だし。うん、ホームズ全館貸す約束した。あ、撃たれたところの傷が残らないように定期的に診察はしたいな。そうですね、これから考えていきましょう、ファミリーの新しい未来を。でもなんか忘れてるような。なんでしょうね。あ、結局オメルタのコルテンロの所有権はどうなったわけ。うん、結局ね、ドンの後継ぎは誰なんだい問題ですね。ここで車を拾うので、皆さんわざわざ見送りに来てくれてありがとうございます。ああ、気をつけて帰ってくれ。はい、別れの前にこれを。
私は並び立つ関さんと服部さんに首元から外したオメルタのコルテードを差し出す。ああ、誰に託すか決めたのか。いいえ、もう私が決める必要はないと思ったので。え、誰に託してもファミリーの未来は明るいと分かりましたから。そうか。なるほど、君らしい答えだな。では新たなドンが決まったら約束通り手紙を送ろう。手紙の約束？はい、お願いします。私からも送りますね。それと、ああ、それから近いうちにアメリカに滞在しようと思っている。滞在？昨日話した通り、本格的に弟を探すことを決めた。私で協力できることがあれば何でも言ってください。ああ、ありがとう。いつの間にそんな話を？抜け駆けしないでってなっちゃいますよね。そういえば送迎の宴の時、20分ぐらい二人で消えていたか。面白くないね。よい。あ、コルテッロを差し出していた手を掴まれ、手の甲にキスをされた。え？ねえ。このオメルタの証は、もうしばらくユイが持っててよ。ですが、知らない？イタリア男は尽くすと決めた女を裏切らないよ。はあ。あの、服部さん。うん？コルテッロの件は賛成ですが、手を離しては？ほーん。なんで？それは、ユイはファミリーにとって大切な存在だからです。大切。胸の中に温かいものが流れ込んできて、確実に優しく埋めてくれるような、そんな感覚。おじいちゃんが死んでぽっかり開いた穴が、今新たな絆で修復されていく。あ、まずい、目が熱くなって。どうして泣いてるんだ。あら、ああ、関君が泣かせた。先生に言っちゃおう的な感じですね。え？俺のせいなのか？すまない。いや、わけもわからず、謝るのは不誠実か。私の方こそ、すいません。泣きながら笑って、涙を拭う。おじいちゃんが、もういないのが悲しいのと、皆さんとの新しい絆が嬉しいのと、半々の涙なんです。まあね、意味ある死になっているということですよね。ゆい、やっと泣けました。ありがとうございます、関さん。また会おう。君のおかげで正しい報復を行った俺たちは、これからも君に堂々と会いに行ける。はい、また必ず。ああ、うん、結局誰のものにもならずにってことですね。それからこのイタリア南部の島は、正義と誠実さを重んじる政治家や警察、組合に守られ、世界一治安の良い島と呼ばれるようになる。島の歴史には、美しく優雅、そして名誉を大切にするヒーローたちが、マフィアと呼ばれていた時代があったのだと。平和な未来で語り継がれるのだった。というわけで、復讐の葬送曲いかがだったでしょうか。いや、結局ね、オメルタのコルテッロが幼い頃のヒロインが、これ以上誰も傷つかないようにするために敵対組織から奪ったナイフそのものを刺しているという予想こそ外してしまいましたが、そんな姿を評価した祖父が認めた孫娘こそが、オメルタのコルテッロの象徴のような存在になっている、そんな感じがしましたね。彼女もまた誰のものにもならない。メインストーリーが誰とも結ばれそうで結ばれない感じと近いものを、世界観は違うはずなのに感じさせていただきました。そんなくすぐったい彼らの気持ちを、
男性目線で紐解いていく乙女ゲーム実況のコンセプトで今後もやらせていただきます。お気に召した方は高評価とチャンネル登録のほどお待ちしております。いつもご覧くださっている方もご覧いただきましてありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。